このニキビいじったら赤くなりました。いじんな。3、はい、クレーマグです。おはようございます。エアです。サルメイです。ということで、こちらをご覧ください。じゃじゃん。じゃじゃん。マスキを、はい、で行ってきました。爆買いしました。イエーイ。マスキを久しぶりに行った、ね、ちょっと値段決めずに、うん、そういろいろ買ってみました。はい、っていうそんな感じです。はい、ということで、この買ったものたちを紹介していきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。せーの、マグネ、はい、やすこさん色違う ね黒のなんか目細かいのね。そう、いや結構でかいわ全部。はいはい、まずコットン、うん、これはあのメイク落としの時に使う、うん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 、とエリクシールのミスト、うん、おメイクの上から、うん、ツヤ玉ミスト、うんうん、これは、まあ、乾燥予防的なやつです、ね、うん、で、まあ、これも似てんだけど、うん、これもメイクの上から OK、うん、ふんわり微細ミスト、うんうんうん、で、これが花粉ブロック、あ、すごっ、ってやつ、うん、で、なんかまあ花粉症かは分かんないけど、うんうん、一応これエアに、え、ありがとう、なんか良さそうだなと思って、やった、買ってみました。ありがとうございます。はい、これエア使ってるけど、あ、そうなの、めっちゃいい、なんか乾燥肌の人とか、うん、特に結構おすすめ。うわ、使ってみます。え、これすごすごくない？花粉ブロックだよ。だからさ、いや、花粉症かもみたいに言ってた時あったじゃん、うん、いや、あの時肌荒れてたよね。なんか荒れてた、うん、で、やっぱ花粉症だったんだよね。うん、すごいね、これこんなのあんの。そう、初めて見たんだけど、ありがとうございます。いえいえ、やったー。じゃあ私、いや、結構量多いね。え、そう、で、いや、でかいだけなの。ディア、そう、でかいだけ、ディア、でかいだけ。じゃじゃーん、こちらクイックルワイパーのドライのやつ。これあと2枚でなくなっちゃうから、まあ、買い足しですね。これすごくいい。そしてこちらペーパーハンドタオル、これはまあなんかキッチン、うんうん、掃除とかそういうのにも結構いいよっていう感じですね。そしてこちらゴミ袋45リットル、そう、大事。これもゴミ袋ももうちょっとでなくなるので買い足しです。やめ、生活用品系買ってないかも。逆に言うと私コスメ系買ってない。ほんと？うん。続いて、はい、マジ買うものバラバラすぎてね、ほんとにかぶりとかなさそうじゃない？確かないね。じゃじゃーん、まずこちらは水槽パック UV、うん、これは日焼け止め、うん、肌なじみが良さそうな、へえ、素早くなじんで白浮きしない。あさみってなんかめっちゃさ日焼け止め買ってるイメージ。そう、マジ日焼け止め、なんか日焼け止めってマジこの時期から一気に紫外線やばくなるらしくて、うん、あ、そうなの。まあ、一応年中塗ってんだけど、うんうんうん、体とか濡れてなかったから、うん、ちょっと体用に使おうと思ってこれを買いました。大事です。はい、で、これティルティルマスクフィットメイクアップフィクサー、はい、メイクキープミスト。あ、ファンデーションじゃないんだ。じゃないじゃない。へぇ、で、出してるの。そう、初めて見たんだけど、新しいのが。新しいじゃん。いや、もう初めて見た、うん、ちょっと使ってみます。よかったら教えてください。オッケー。で、あの、コーセーのメイクキープミスト使ってたのね、うん、うんうんうん、それのパウダーバージョン、え、すごが出てて、ほんとだ、めっちゃいいね。やっぱこの時期、これから暑くなってきてメイク崩れるじゃん。なんでこれ使ってみようと思って買いました。そうだね、なんかマスクがなくなっただけ良かったけど、うん、そう、でもね、崩れる、うん、そう、暑いとね、どうしても崩れちゃう、はい、次どうぞ。はい、次、アマゾンで買えよってものばかなんで、どうしよう。はい、私はこちら、はい、ウェットティッシュノンアルコールタイプ詰め替え用。これは、まあ、テーブルの上服とか、うん、やつに使おうかなって思って買いました。そしてこちらマスクです。うん、これはエアマスクはしなくなったんだけど、ちょっとなんか顔バレしちゃうなって時とかは持ち歩くようにしてる。すっぴんの時とかね。そう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 、あとはそういう何、市役所とか、うん、そういう行く時に和紙するようにしてる。なくなったんで買いました。最近黒マスクつけてないよね。目もつけてないけど、もうなんかこういうのになって、ね、目も白になって、そうそうそう、一周回ってね。以上です。はいはい、やばい、マジかぶれないかも。いや、本当にないと思うね。じゃじゃーん、まずアンドハニーのクレンジング、はいはいはい、これはもうメイクレンジング、うん、最近ずっとこれで、うん、今2個目使ってるんだけど、うん、ちょっとストック用にこちら買いました。はい、私のおすすめはしっとり
タイプ。もう一つあるの？普通のとしっとりがあるんだけど、しっとりがおすすめです。はい。で、ミノンの全身保湿ミルク。すごっ！ミノンの乳液使ってんだけど、保湿の体用のやつ初めて見て。いや、初めて見た。あ、でも顔にも使えるらしいんだけど、低刺激。ちょっと使ってみます。はい。で、こちらキュレルのディープモイスチャースプレー。うん。これも顔体用。へー。まあ化粧水ですね。良さそう。保湿液使ってみる。てか、もうタクシーが最近冷房効き始めてんだけど。え、そうなの？そう、あのね、風が真正面から来るの、うん、タクシーの冷風って、うんうんうん、で、顔に直撃すんの、うん、絶対肌に悪いなって思って。確かに悪い。すごい乾燥を感じて、うん、ちょっと顔の乾燥予防にこれ買いました。おー、メイクの上からも使えるらしい。すごっ、はい、万能じゃん。え、冷房ついてんだ。ついてんだよ。全然気づかなかったんだけど。でもメイもう寝るとき冷房つけてるよ。え、本当に、うん、寒っ。もう暑いの、寝るとき。あれはリビングは、うわ、暖房つけてる。でも寝るとき、なんかすごい暑くなるのね。エネルギーを多分燃やしてるのがわかんないけど、なんか暑くなって、うん、寝れないときあるの。やば。で、今、毛布、薄手の毛布1枚なの、かけてるの。でも暑くて。それで冷房寝れないから、だから冷房つけてる。何度？25。え、てかさ、1枚？うん。えぐいね。そう。いや、3枚だよ。え？暖房？え、暖房。え？やばっ。やばいよ。やばいよ、自分。寝れないんだよ、暑くて。すごっ。すごいでしょ。じゃあ、私。じゃじゃーん。じゃじゃーん。こちらは、ナプキン2つ買いました。はい。はい。そしてこちら、バンテリン。どこよ？肩こりとか腰。へぇ、あの、本当にお世話になってますこれ。うん、大好き。効くの？効く。へぇ、めっちゃスースーするの。だからパソコンとかいじってるとめちゃめちゃこの首から肩にかけて苦しくなるから、うん、これを貼って寝ると次の日全然違う。へぇ、本当にすごい。おすすめです。おすすめ。はい。でも高いんですよ。どんぐらい？7枚しか入ってないのに2000円とか。結構高い。本当に高い。高いけど効果あるよってやつです。おすすめらしいです。はい、以上です。はい、次。やばい、なんか結構掃除とか体系。体系、うん、はい、はい。まずこのマスカラリムーバー。これはもう毎日使ってるやつ、うん、ボイストップ。はい。で、これケイトのアイブロウパウダーのなんかブラウン、パープルブラウン系っていうのがあって、うん、ちょっと紫っぽい感じのカラー、うんうんうん、髪が黒だから、うん、眉毛まで暗くしすぎるとちょっとやぼったく見えちゃうので、うんうんうん、ちょっとこういう抜け感カラーを買ってみました。すごい、そんな色あんだ。ネイビーは持ってんのね、うん、ケイトじゃないんだけど、うん、でもこの色初めて見たから買ってみた。使ってみて感想お願いします。はい、次、はい、これエチュッセ、うん、エチュッセ、エチュッセの下地なんだけど、これめっちゃすごくて、うん、毛穴のテカリがマジ一瞬でサラサラなの。え、すごっ。これね、あの TikTok とかで調べるとめっちゃ出てくると思うんだけど、うん、マジ感動する。へえ。もうね、こうやって塗った段階でわかんの、うん、ここ塗ったってとこがもうツルツルすぎて。毛穴の部分。そう。へえ。え、それツルツルになるとどうなの？あの、小鼻とかに塗っとくと、うん、化粧崩れしにくくなるから、下地としてあの使うのがおすすめっていうことで。え、アスミは使ったことある？あるけど、うん、相当前のリニューアルするだいぶ前のやつだから、あ、そうなの。新しくなったバージョンはね、使ったことなかったの。え、すごっ。初めて見た。見てて。わかりづらいね。でも、ここら辺だけ毛穴が、うんうんうん、あのめっちゃ綺麗にぼかされんの。すごっ。触ってみ。え、ほんとだ。サラってなってるでしょ、うん、なんか、パウダーのせてみた。そうそうそう、ほんとに。だ、下地に使えるってやつ。へぇ、すげえ。で、これマジで全然売ってなくて、うん、で、Amazon で買おうと思ったんだけど、そこも売ってなかったの。 Amazon も売ってないの？そう、だから、今日たまたま見つけたんで買ってみました、うん。いや、切れ方なんか中学生中学生男子。えー、いいこと聞いた。はい。じゃあ私、じゃじゃーん。すごい。こちらまずプロテイン。これのあのいちごは飲んだことあるんですけど、チョコレート美味しいらしく
くて、うん、グルテンフリーなんです、これいいところ、で、不使用、人工甘味料、甘味料着色料、砂糖、保存料が入ってないんですよ。すごい。で、これいいなと思って、しかもビタミンとかも入ってプロテイン飲むの？飲む。運動終わったとかも飲むけど、朝、うん、ちょっとなんかお腹空いたって時にこれ飲んでご飯作ってご飯食べるみたいな。あの、結構タンパク質って大事。寝る前とか、あと朝起きてから飲むといいですよ。そう、寝てる間にめちゃめちゃタンパク質って失われてるんだって、うん、だから寝る前に飲んだり朝起きた時に飲むと、あの、補充されるよっていう。はい、ぜひぜひおすすめです。そしてこちら 100% オーガニックリップ、これ一番好きなの、このリップが。なんだっけ、とろけるやつあるじゃん、うん、あれよりもすごくいい。保湿力が100点で、防腐剤とかも入ってないし、本当に一回塗るだけでもうくるんってする。オーガニックなんで。てか、エアさ、この前さ、ありがとう。なんかやっぱコスメとかあげるのも難しいなって思ったし、うん、掃除用品あげたところでちょ持って帰ってくれるかなっていうあれで、まあ薬用リップはさ結構使うじゃんか、うん、なんでこれ使ってみてください。ありがとうございます。私の一番のおすすめです。嬉しいですわ。はい、エアさ、この前コストコでさ、うん、リップ6本セットみたいな買った。あれは使ってる？うん、まだ車が…え？持って帰ってないの？だからさっき玄関に置いた。え？今日持って帰るの？そう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 、やっとね、やっと。そしてこちら、ロキソニン。あの、生理痛とかひどい時、最近飲むようにしてるんですよ、私。で、なくなっちゃったので買いました。えらい。で、これはあれ、眠くならない成分が入ってるらしい。なんか最近 CM でやってるやつなんですけど、眠くならない、なる成分は入ってないんじゃない？あ、そう、そうだね、みたいな感じです。はい、はい、以上です。次へ、次やお、次やお。メインの方が品数多いかも。本当？うん、いや、だってもう次で俺だもん。はい、ね、え、これがヘアマスク。うん、可愛くない？可愛い。マカロン型みたいな、めっちゃ可愛い。そう、なんかこれ初めて見たんだけど、ちょっと口コミ調べてちょっと良さそうだったんで、これはエアとメイとウランと、うん、あとね、これを見てる時に隣で阿部ちゃんが、うん、これめっちゃ良さそうっすねって言ってきたから、阿部ちゃんの。あ、そうなんだ。はい、買いました。よかったですね、阿部ちゃん。阿部ちゃん、これどうぞ。え、いいんですか？使ってみてください。え、ありがとうございます。ありがとう。はい、え、ありがとうございます。しかもなんかすごい、あの、数の子みたいのいっぱい入ってる。数の子みたいのいっぱい入ってる。美容液かな。ね、これいいね、あの、どっか泊まりに行く時とかさ。そうそうそう、良さそうだね、コンパクトで。そしてそして、うん、櫛、うん、なんか私、櫛、うん、めっちゃなくすんですよ。本当になくすよね。そう、で、基本、櫛を持ち歩くようにはしてんだけど、うん、持っていくの忘れちゃう時もあるから、うんうん、なんかそれぞれのカバンに入れとこうと思って。あー、あ、いいね。ポッケとかに入れといたら忘れちゃうし、うん、って思って、今回これ3つストック用として買いました。やっぱ、あさみさんといえばこの櫛ですよね。そう、で、よくさ、うん、こういうカーディガンの中に入れたりして忘れちゃうの、うんうん、あ、今もちょっとこの中から出てきたとか、洗濯機の中から出てきたりとかする。やば。そう、え、でもなんか前に比べたら最近のあさみ、前髪をこうやって溶かすのがなんか減った。そう、だから前までめっちゃパッツンで、うん、ここら辺までこうあったから、うんうん、もう前髪がちょっとでも乱れてるのがもう無理だったの、うん、でも今ちょっと髪さ、前髪ちょっと薄くなったし、うん、こっちも伸ばしてるから、うん、言うてそんなに何ほどは気にならないって感じ。なるほどね、うん、前やばかったよね。あの時はもうすごかった。1分に1回ぐらい溶かして。そう、だって前髪週1で切りに行ってたし。確かに。そう、今やっと落ち着いたって感じです。おー、よかったです。はい、私入れときます。はい、カバンにお願いします。はい、私ラストですね。ラスト、じゃじゃーん。これデリケートゾン用のデリケートゾン用の弱酸性ソープ、泡で出てくるやつですね。保湿成分配合、これめっちゃいいっていう。イロハの、うん、これ の, あの泡じゃないバージョンを持ってる、はいはい、あのこういうタイプのやつか。ええ、細長いやつ。あ、細長いやつ、うん、あ、イブではなくてイブ。え、イブってこれあるよね、イブ、こういうやつ。イロハ、え、これ気になって買ってみた。しかもなんか匂いもついてて結構いい匂いだった。大事だよね、うん、これ専用のやつ使った方がいいっていうね。ね、デリケートゾーンはあんま洗い流してもダメって、ね、言うよね、うん、洗いすぎなんで、これちょっと使ってみたいと思います。あ、オレンジの香りだって、ベルガモットと
で、こちらオバジ25セラム美容液ですね。これなくなったんで買い足しです。おー、高いよ。高いよ、これしか入ってない。1万円するからね。ほぼこれの値段じゃない。うん、本当に高い。そしてこちらコンシーラーの筆ですね。なんか美容皮膚科に行った時に先生にこのクマひどいですみたいに言われて、クマ取りやった方がいいんじゃないですかみたいな。でも絵はちょっと怖いから、いやちょっと考えますみたいな。でこのクマがひどくなってるのって、ここのもともとあった脂肪がなくなってきてて、皮膚が薄くなってるからクマが濃く見えるんだって。だからじゃあちゃんと消そうと思って、こういう筆とか使って、なんでこれを買いました。です。はい、以上ですね。私はラスト。はい、はい、まずこちらまるでスムージー、まあ、ゼリーなんだけど、うん、なんかスムージーっぽいやつらしい。美味しそう。栄養サポートゼリー、なんかうまそうだなって思って買ってみました。美味しそう。でこちらは、うん、飲むヨーグルトの3種類、うんうん、これはなんかウランがよく飲むヨーグルト飲んでるイメージがあって、うんうんうん、なんでちょっとウランに。あ、自分にじゃないんだ。あ、じゃないじゃない、買ってみました。これ何、栄養が入ってるってこと？そうそう、栄養素をバランスよく。へえ。しかもメイバランスだって。本当だ、メイだけに。メイだけに。だるメイバランス面白い面白い。いいね。そう、買ってみました。すごい、見たことないこのなんか飲むヨーグルト的な感じ。ね、常温で保存できるらしいから、うんうんうん、まあウランさん家持って帰ったら冷やしてくださいって。はい、以上になります。イエーイ。満足、満足。ちなみに、うん、ここのその松清に行く前にドンキがあって、そうめっちゃお菓子いっぱい置いてて、あそこほぼお菓子だったね。うん、本当に。まあ普段だったらメイもめっちゃ買っちゃうんだけど、今回はちょっとチョコ禁中なんで。そう、メイが好きそうなチョコ、海外のチョコがめっちゃあったでしょ。めっちゃあったよね。そう、甘ったるそうなやつがいっぱいあって、なのにメイは買わないで我慢してました。偉いでしょ。マジ偉い。もうあったら良くないと思って、うん、偉いよ君。そう、そもそも置かないっていう、ほら、手段に。素晴らしいです、このジャガバター。それマジ箱ウランさんにマスキューで買えてないので、これウランさんにプレゼントします。お、それ今考えました。はい考えましたですよね。食べたかったけどウランにあげる。いやでも1個ぐらい食べてもバレない。ほんと？うん、じゃあちょっと1個もらうね。いいよ。あとお菓子、駄菓子とかいろいろ買った、いっぱい。うわあ、あ、ありがとう。クロワッサンたい焼き。だ、私今洋菓子禁止してるから、うん、和菓子、うん、甘いの食べるなら和菓子食べるようにしてるんですけど、うん、たい焼き、これ、うん、ハマってんですよ。なんかレジに行って、そう、お会計してる時に、いや、これもお願いしますって言われた。ありがとう。で、なんか、うん、これもちゃんとチョコ味もあったけど、あったね、あんこにした。うん、えらい、ちゃんと守ってるね。ふえラムネ。え、ラムネじゃないよ、2個並んでたよ。ふえラムネ、ふえガムって。おいおい、ガムかよ。これガムなんだ。ガム感ないけどな。いっぱい私の好きなやつ買った。なんかエア買い方かわいいね。ん、チロルチョコ1個とかさメイだったら同じやつ5個ぐらい買っちゃう。1個、うまい、うまい。この前の動画で干し芋買ったじゃん、うんうん、でそれ食べてみたの、うん、干し芋、うん、したら何種類か買ったから、うん、何個かちょっとずつ食べたんだけど、うん、なんか1個、うん、マジ焼き芋ぐらいめっちゃ甘くて美味しいのがあって、名前忘れてたんだけど、うん、マジ焼き芋。うそ、欲しい芋じゃなかった。焼き芋、うん、すごっ、めっちゃうまかったの。だって高いですから。そう、高級欲しい芋だったから、うん、超美味しくて感動した。よかったね、うん、だからその甘いの食べるとしても、うん、欲しい芋とかにしてる。偉すぎる。だから洋菓子は脂質が多いって聞いて、うん、メイン脂質、うん、異常症、うん、なんですよ、はい、血液の、うん、コレステロール値がちょっと大幅に基準値からずれてるので、うん、まあ、それを改善すべく、うん、ちょっと一旦洋菓子をやめよう、うん、偉いです。1ヶ月に健康になれます。そう、でもね、メイン揚げ物も食べなくなったと思うよ。すごっ、うん、なんで？なんかやっぱ気にしてる、脂質を。すごいね。そう、だから前までだったら絶対居酒屋とか行っても揚げ物絶対頼んだの、うんうん、でももう頼む、なんか頼もうと思わなかった。へえ、変われるんだね。いや変われるよ、本当に。いやもう変わりたい。いやどう変わりたいの？ダツパンダツパン。あー、だからさ、小麦禁止じゃなくてパン禁止にすればいい。あ、そうしようかな。小麦だといろいろ限られすぎちゃう。そうだね、パン禁止。そうする、
パン禁止にする。パンいっぱい食べちゃうから。ねえ、ちっちゃい頃は朝ごはんパン派だったの。食パン、絶対食パンだった。パンでお腹いっぱいになるんだ。だから何枚も食べるし、うん、味付けがめっちゃ体に悪そうな。あ、そうなの。砂糖まぶして、バターと砂糖とか。いや、えぐっ、すごいね。カレーの好きなんだよ。でもそうだよ、うん、いや、あの納豆ご飯、シャバのお味噌汁、うん、でそのご飯っていう考えがなくて、今まで朝ご飯に。ちょっとメインの食事って変わってんだよな、うん、変色なので、うん、変わってるんです。でも痩せてる人ほど変色っていうよね。なんでだろうね、不思議。大西さんもめっちゃ変色だしね、うん、エアダックかもしれないけど、駄菓子を大量に食べると頭痛くなる。なんない。なったことない。ジーンって。なんで。甘いもの摂取してるからかな。血糖値ね、かなって思う。でももうそれも感じたことないの。やばいよ、甘いもの食べすぎて頭痛いとか。え、あれ、甘いもの食べすぎて鼻血出たことないの。ない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 んだ。うん、最強だな。だからメイ、ミスドの食べ放題もさ、1時間で12個食べた時もあったけど、それも別にまだいけんの。時間の関係で終わったけど、うん、時間がもうちょい長ければ全然まだいけたって。それって何、え、全部なんか甘いやつ。甘いやつというか全部甘いけど、うん、8割甘いで2割しょっぱい。しょっぱいっていうかそのパイのやつとかさ、グラタンパイとかぐらい、うんうん、でも基本甘い。全然いけちゃう。いけちゃうのが怖い。聞いてて怖いもん、こっちが。すごいでしょ。本当になんか自分で食生活とか気をつけないと。え、やばいよね。本当になんかこういう人って、うん、年取った時とかに結構一気に来そう、うん、今はまあチョコも禁止してるし、うんうん、和菓子食べてるって、うん、そうだね。健康診断いい結果になるようにしないと。そう、もうすでに甘いもん。何食べたいの。このグミと桜餅。これって結構甘くない。え、甘くないよ。嘘でしょ。え、あの甘いって方いたら言ってください。甘いの食べたいって思ってそれを食べることない。絶対チョコとか。やっぱ違うな、さすが。あとこのクッキーさ、うん、クッキー、あのクッキーさ、うん、ステラおばさんのクッキー、はい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 、大好きなの、うん、で、メイが高校生の頃、うん、詰め放題やってて、うん、ステラおばさん、うん、友達と行ってめっちゃ詰めてめっちゃ食べた。超うまい。ステラおばさんのクッキー1回だけ食べたことあるけど、無理。1枚でも超甘いやつ、うん、でもあれはなんか食べ放題もやってんだけど。やってんだ。そう、やってるとこあるらしいんだけど、でも食べ放題はさすがに、うん、そんな短時間には無理じゃん、まあまあ、クッキーですね。そう、で詰め放題入れたい。いいね。そう、だからコストコのクッキーとかもさ、あれ結構重いじゃん、うん、重い、大きいし。無理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 。だってあれの半分でいいもんや、ね、うん、あれ全然いけちゃう。あとあのスタバのクッキーもあるじゃん。あ、美味しいんだけど、あれあれも1枚もいらない。結構ボリューミーだよね、うん、でも多分あれってさ、コーヒーと一緒にちびちび食べるぐらいの感じだよね。だからコーヒー飲まないのに。そう、コーヒー飲まないけど全然食べれちゃう。なんならココアと。コストコ行った時もさ、うん、コストコで売ってんじゃん、そういうチョコ系のスイーツ、うんうん、売ってる。めっちゃ買いたかったの、うん、でも頑張った。えらいね。なんかそういうのを買わないってだいぶ成長してると思うよ。いや、本当にそう。今までなんかとりあえず困そうと思ったら全部買ってたじゃん。うん、うん、買ってた。いや、怖いな。ちょっと韓国でそのやっぱチョコの美味しさを知っちゃった時のアサミの爆発がやばそう、ね、だからもう日にちは決めようかなって、うんうんうん、毎日じゃなくて、うん、その何泊も行って毎日食べたら、まあまあそうだね、習慣になっちゃうじゃん。しかも一気に血糖値上げそう。そう、この日はチョコ、うんうん、そうしよう。感動しそうだもん。いや、するよ。本当に。それ何味？これなんかコーヒーなんとかみたいな。コーヒー。ヌガ。え、これ食べたくなる。あ、で匂い嗅いだら食べたくなる。あ、そうなんだ。うん、チロルチョコも、正直これ1個でいい。十分。全然足りない。甘すぎる。ラーメン食べたくなる。なんないけど、でも今日ミスド行ったじゃん。うん、ミスドの四川担々麺みたいな、うんうん、見た時に、うわ、食べたいって思った。見ちゃうとダメだよね。ダメ。匂い嗅いでるとか、うん、ちょっとそれ見てから今ちょっとラーメンも食べてかい。じゃあさ、それさ、うん、あと10日ぐらいで終わるじゃん。そうだね、禁止生活、うんうん、終わったらもうすぐ食べる、うん、食べるかも。でも意外にも忘れてそう。あ、もう食べていいのに。確かに食べたいっていうあれがなくなってそう。麺もそんな気すんだよね、うん、だからさ、そのエアとのノートに、うん、あれ作ったの、うんうんうん、2人で、うん、
あの禁止1日目丸みたいな、うん、でも逆にそれをつけることを忘れるぐらい意識してない、うん、禁止してることをすごくね。ね、いや結構無理かもって思ってたもんやる前ね。うん、あんだけ食べてたの、だって1日3食ラーメンの時やったからね。すごいんだけど。すごくない？考えられない。本当に好きなのラーメン。偉いよ、自炊してんだから。ね、本当にそう。天才。私天才。本当に。このヤングドーナツも甘いよね。結構甘い。でもなんかこの人2個でいい。この人？この人？うん。なんか今日あやミスドでなんか10個ぐらいドーナツ買ってたんだけど、どういう気持ちなの？違う、ずっとさ、いやさ、ミスド行きたいって言ってたじゃん。うんうん、でもどこもかしこも混んでるから。なんか行く気になれないのよ、どんだけ食べたくても、うん、で、今日、まあ、松清の目の前にミスドがあり、もうなんか爆発しちゃって、うん、食べたい気持ちが何人で食べんのってぐらいの量を買っちゃった。そう、でも3つ食べたよ、もう。おー、まだ3つでも、あれも全部甘い系でしょ、買ったの。甘い系、なんか生理前なのか分かんないけど、めっちゃ甘いもん欲してる、体が。いや幸せだったな、あのポンデリング、抹茶のやつ。あのショーケースから取る感じがめっちゃ好き、うん、分かる、ね、めっちゃワクワクするよね。する。甘かったけどな。ちょっと何食べた？ポンデリングと抹茶のポンデリングと、あとあれホイ。おー、それ食べたの、うん、ちょっと甘かったね。それ甘いね、うん、まあでもうまいよね、やっぱミスドって。だし、その差し入れとかにくれると嬉しい。わかる、なんかワクワクするよね。あの箱にいっぱい入ってる感じがね。だって小学校の頃とか学校から帰ってきて、うん、キッチンの上にミスドがの箱が置いてあると、うん、めっちゃワクワクしたもん。うん、わかる。嬉しかった、すごい。私もう無理だ、食べれない。しまいなさい、早く。それ、この梅煮って食べたことないのか。ないよ。ないよな、梅嫌いだもんな。そう、梅と抹茶食べれない。梅、最後に食べたのいつ？もう何年も前。梅自体よってこと？とか、梅味とか。小学生の頃ぐらい。え、何が嫌なの？酸っぱいのが嫌なの？うん。てかめっちゃ酸っぱいの嫌いなんだよ、あの。あ、レモンとか？とか、トマトとかも。うん。じゃあ梅克服することってなさそうだね。ないないない。これもちっちゃい頃、3袋食べてた。へぇ。大好き。幸せ。よかったよかった。うん、これ裏にあげようか、これ。冷凍庫ね。これも入れて。すごいね、モリモリだね、ウラン、ね、毎回うちらウランへのもの買いすぎてさ、そうそう、このクレマグハウスにめちゃくちゃハマってるの。そうだ、私に行かないと。わかる。ということで、あのマスキを買ってみたんですけれども、ぜひ皆さんの気になるものだったりとかあったら真似してみてください。ぜひぜひ。そして私たちのおすすめ商品とかもね、増えたら教えてこ。わかった。メイとかさ、コスメとかさ、結構買ってるじゃん。わかった。うん、私は、まあ、掃除系のおすすめで、なんか掃除系のおすすめって需要ある？いや、あるよ。ある？気になってる。あ、本当？なんかあったら教えます。はい、皆さんのおすすめとかもぜひコメント欄で教えてください。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイビー。ちょっと不思議だなって思ったことがあって、はい、レモンの C6 でも写真を見せると向こうの人ってめちゃめちゃ唾液が溜まるんだって。知ってるよ。終わりです。え、知ってる？うん、知ってるよ。え、さ、YouTube でそれを見て、うん、なわけあるかと思って、うん、でこう見せてきた人がいて、めちゃめちゃ唾液溜まって、するする。え、すごい。何この現象と思ってやろうと思ったのに知ってました。じゃあ今みんなにやろうと思ったの。そう。じゃあどうぞ。レモンの画像こちら。じゃあこちらがレモンの画像、どうぞ。どうぞ。怖くなかったでしょ？わかんちゃった。みんな見てくれてありがとう。最近暑い日が続いてるから熱中症には気をつけろよ。